就職活動とか転職活動とかで、まあなかなか決まらないと、まあ、焦ってくると思うんです。で、まあ、どうしたらいいかも分かんなくなってくる。まあそれだけじゃなくて、まあ久々の就職活動とか転職活動で、まあ、どうしていいのか分かんないとかっていうことが、まあ、出てくること時に、まあ、私に相談されることがあります。でこういう時、まあ、2つのアプローチの仕方があって、まあ、占い的には、まあ、運気を上げるとか、まあ、仕事運を上げるとか、まあ、あるいはいい日和を選んだりとか、まあ、私だったらいい、まあ、吉っぽいとかで就職活動するとかっていうのがあるんですけども、それよりももっと根本的にいい状態にするっていう方法があって、それが、まあ、自分の仕事の在り方を明らかにする。これまでの仕事、今の状態、これから先の仕事で、まあ、仕事に関して、まあ、いろんな思いがあるじゃないですか。そのどんな思いがあったのかとか、どんな思いを持ちながらやってきたのか、で今どういう状況なのか、どうして転職とか、まあ、就職とかすることになったのか、で、まあ、その就職活動をする中において何が気になっているのか、どういう感じで今仕事を探しているのかとか、今後どうしていきたいのかとか、ここをまず一通りお話をお伺いするんです。でそうするとその人のそのもの、その人が最も運のいい状態っていうのは、その人が最も生き生きしていて集中している、熱中している状態っていうのが最も運のいい状態なんですね。でその状態とこのここに至るまでのその状態をすり合わせしていくわけです。でそうするとまあ会うことをやってる人、その人が自分の生き方とかその仕事の在り方に合ってる人っていうのは、あるいはそれに近い人っていうのは、まあね、現実も調子いいんですけど、やってきてることが大体重なってるんです。その人のあるべき姿に。だからいい感じになってる。そういうデータが出てるんです。まあデータといっても数値化はちょっと難しいですけど、うまくいってる人が相談をされるときっていうのもあるんです。こういう形で仕事をやっててもいいだろうかどうかっていう。今こういう選択肢が出てきてるんだけど、どういうふうに選択したらいいだろうかっていう感じで相談、仕事の相談をされることがあるんですね。でそうすると、まあ私が提示する目安と、その人がまあ私には言ってなかったんだけど考えてたこと、それの中身っていうのはまあ一致するんです。ああやっぱそれでいいんですねってなっちゃう。でやっぱそれでいいんですねってことは、まあ要はそれでいいんです。でそうすればもうちゃんと良くなっていくって分かってる、私も分かってるし、その人も分かってるっていう、もう本当単純なんですね。一方でうまくいってない人っていうのは、なんとなくでその場その場でちょっと決めてしまってるところが、まあ、多少あるんですよね。まあストレスがかかるっていうこともあって、その思うように身動きが取れないっていう状況に置かれてることが分かってるのに、でもやんなきゃみたいになってて、さらに自分を苦しめてしまってる。だからもう仕事を辞める、で次の仕事をするのもなかなかしんどい、なかなか決まらないっていう負の連鎖を作ってしまってる。そんなに難しいいいことじゃないのに、自分のその気持ちとか感覚に蓋をしてしまうことで分からなくなってしまって、もうどうしていいかちょっとよく分かんない。こういう状態にあるっていう、ある時っていうのは運気を上げたからどうのこうのってあんまないんですね。それよりもまず根本的にあなたに合った仕事の在り方を明らかにしましょうって。だから過去から未来に至るまでの、まあ、感じてきたこととかやってきたこと、でそれらがどう影響してきてるのかっていうのを知る必要があるんですね。知れば勝手に答え出るんです。あ、こうすればいいんだとか、あれはダメだったんだなとか、あれは良かったんだなっていう判断ができるようになるんです。子供じゃないので、こういろんな目安がないと自分が何をやって、いいのか悪いのかっていうのも判断しにくいんですね。考えにくい。だからそういう状態にある中で就職活動とか転職活動してもなかなかうまくいかないんです。もう自分が分かんなくなってるからですね。だから辞めてもいいですかって、もう辞めて他の仕事やりたいんだけどもっていう人の相談も同じです。本当に辞めた方がいい時もあるんです。でもいつの間にかちょっと自分の中で何が大事だったか分かんなくなってしまって、気持ちが折れてしまっている時もあるんです。それが今こうなんですよってはっきりすると、あ、じゃあこうすればいいんだっていうふうになっていくんです。辞める時には辞めるし、辞めなくてもいい時は辞めなくて済むんです。だからそれと同じで就職活動、転職活動も、あ、こういう仕事を探していけばいいんだな、自分が幸せになるため、家族が幸せになるために必要な目安っていうのがあるってことです。でそうすると
仕事はね、自分を通して仕事をするんです。仕事があって自分を通して仕事をする以外にないから。じゃあ自分にとってどういう仕事のあり方がいいかって分かってることがどれだけ運に影響するか。ああもう常にしんどいしんどいしんどいっていう風にやってると運なんて勝手に落ちていきます。でもしんどいけど、でもこれは私にとってすごい楽しいってなると、逆に運っていうのは良くなっていくんです。そこが、まあ、運を良くする仕事のやり方、あり方っていうポイントになります。だから本当仕事で悩んでる時っていうのは、こう運気アップっていうのは結果的にはそうなるからまあいいんですけど、その運気に目を向けるっていうことをやりつつ、自分の中にある最も根幹的なところに意識を向けて、で目の前のこう道を開いていくっていう方が、これから先ずっといい形になっていく、そのきっかけになるので、ぜひもしなかなか決まらないというような状況の時には、あちょっと過去のからこれから、そして今のその状況を明らかにしていってみようっていうふうに思われてみるといいかなと思います。以上です。